はい、こんばんは。西粟倉村の山根です。今日はですね、親子3人で僕と父と母とね、ちょっと旅に行ってきました。というのはね、ゲゲゲの鬼太郎 この漫画家の水木しげるさんの出身地でもある鳥取県の境港市ですね、にある水木しげるロードっていうところにね、行ってきました。大体ですね、車で僕の住んでいる西粟倉村からね、3時間ちょいぐらいかかりましたね。途中ね、渋滞とかもあったんで、ちょっと疲れましたけど行ってきました。めったにね、行くことができないので。はい、ということでね、こういう感じの街並みになっています。このね、道を挟んだこの筋ですね、ここにブロンズ像っていうかね、妖怪たちがたくさん並んでます。その写真も撮ってますので、こういうね、感じのがいたり、こういう感じ。結構ね、お客さんがたくさんいて、関西の方からもね、来られてたり、すごい人がいました。なかなかね、駐車場は止めれなくって、でもね、探せばこう何箇所かありますんで、皆さんも行かれた際はですね、こう諦めずに探してみてください。料金もね、1日いて500円とかなんでね、結構良心的な観光地では珍しいですね、500円で。はい、ということでね、こんな感じの妖怪たちが、面白いですね。こう名前がね、下に書いてあるんですけど、ちょっとね、名前まではちょっと写してませんけど、はい、こういった全部ね、これブロンズ像ですね。それにこう色が塗ってあるのかな。今ね、 NHK でもゲゲゲの女房か、再放送してますけどね、僕もあれ全然見たことなくてね、今再放送で何回か見たぐらいなんですけど、それを見ててね、ちょっとまあそこに行ってみようかっていうことになってね、今日行ってみました。こんな感じでね、これがね、これは砂かけババアですね。この有名な、これは僕も分かりましたね。これもね、なんか面白いですね。はい、これね、これはうちの親父なんですけど、この砂かけババアと一緒にこう撮ってきました。次ぐらいに面白いのが出てくるかな。あ、これね、こうね、ネズミ男の銅像の横にね、ここにもう一人ネズミ男がね、こう似てるでしょ。こうね、周りでこう僕が写真撮ってたら、周りのね、お客さんとかもね、笑ってました。よく似てますね。はい、これもね、こう。はい、そっくりです。はい、これが最後かな。最後、このうちの母と父と、こう、鬼太郎のね、銅像の前で、写真を撮って、来ました。で、なかなか3人でね、こう、行けることもね、もうこれから少なくなってくるんで、まあ今行けるときにね、こう、行ってみようっていうことで、でも3時間ね、車に乗ってたらね、親父も、母もちょっと疲れてね、もう寝てますけどね、まあいい思い出ができました。ということでね、皆さんにちょっとこう見ていただきたいなと思いまして、ぜひね、こうもし可能、行ける人があったらね、ちょっと行ってみてください。結構ね、楽しかったですよ。お店とかもね、あったんですけども、人が多くてね、僕たちはこうお店には入らず、そのままちょっと見て帰ったぐらいなんですけど、
ぜひ皆さんもね、行ってみてほしいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。ではまた放送したいと思います。失礼します。